阪南市は大阪府の先南地域に位置するし、大阪府の市では最も新しい、大阪府による分譲開発の阪南スカイタウンが建設されている。阪南市中心部周辺の空中写真、1985年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 大阪府の南西部に位置する。大阪市の中心部から約 45km、和歌山市の中心部から約 10km の距離。南海電気鉄道南海本線が東西に横断している。また、JR 西日本半和線が、阪南市東部を南北に縦断している。約1万年前の旧石器時代終末期の史跡や、縄文時代の墓石群が確認されている。 5から7世紀当時の古墳時代から生活権が成立したとされる。近世の領主支配時期は、幕僚、車両が短期間で交代する機内共通の方が、明治まで続く。2021年10月12日現在。戦乱、反乱、戦乱軍戦局反乱の、葉を広がりゆく水は水安か。調和と平和を象徴する大将の輪は、 氾濫市が未来に向かって大きく躍進する姿を継承しているという。1月12日制定、氾濫長賞を継承。氾濫市のキャッチフレーズは、海、山を愛し、幸せを支え合う、安心とうるおいのある町氾濫である。氾濫市市政志向20周年記念プレ事業の中で、マスコットキャラクター、花手が誕生し、PR 活動などを行っている。の 主な産業は宝石及び近海漁業、日本酒の生産などである。漁業反乱市内各区域の郵便番号は599から 02XX となっている。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.18%減の54,276人であり、増減率は不可43市町村中31位。 72、行政区域中57位。市の施設氾濫市立病院氾濫市下で17、氾濫市立尾崎公民館、氾濫市地域交流館氾濫市尾崎町一の18、の15防災医療関係社会、教育関係社会福祉関係住民センター、氾濫市では数多くの住民センターを用意し、市民サービスにも積極的に力を入れている。 府の施設大阪府警仙南警察署氾濫市小崎町70。これは、仙南、氾乱が、本来は、広域地名であることによる。高等学校、中学校、小学校地並みに、氾乱大学は、松原市に、富士津氾高校は、大阪市住吉区に、氾乱中学校と氾乱小学校は、大阪市安倍野区にある。牛肉偽装で問題となった反乱は、 大阪市中央区に本社を置いており、当市とは関係がない。阪南市立福島小学校は、平成25年に、阪南市立尾崎小学校と統合。阪南市立朝日小学校山中文校、阪南市立箱津栗小学校は、平成28年にそれぞれ阪南市立朝日小学校、阪南市立下総小学校と統合。南海本線、 尾崎駅阪南市尾崎町95の一コミュニティバス、さつき号阪南市からの委託により、南海ウィングバス南部が運行している。南海尾崎駅の乗降者数こそ多いものの、関西空港方面への分岐と南海線、羽倉崎駅、阪話線ひねの駅までの電車が多いために、本数はやや少なめである。第二阪話国道が全線開通したが、全体的に、 道路開発は遅れていて、いまだ4車線道路は少ない状況が続いている。高速道路、一般国道主要地方道一般不動、ハナティプロフィール氾濫市、www.city.hananan.lg.jp2021 年8月17日閲覧、ありがとうございます。